ここだったかな。あった、行けば OK かな。よし、行ってみよう。あ、でもちょっとだけ行く前に、ちょっとだけ待って。すげえ今更なんだけど、ちょっと設定でモーションブラーを無効にしてみたんだよね。その方が動画的にちょっとやりやすい的な、あの、映しやすい的なね。お、これ大丈夫か。こっち側行かないよね多分ね。え、大丈夫これ。ちょっと待って、ちょっと待って。一応チェックするけど、こっち側は、あ、こっち側行けないね。オッケーオッケーオッケー、いいですよ、もう。うーわー、正気の沙汰じゃないぜ、ここ通るとか。こんな雨の中、足、ワンチャン滑るぜ。ひぃー。ふぅ、うー、水に濡れる。うわぁ。ちょっとここにもお祈り系男子がいる。怖っ。God hates sickness。 God は病を嫌う。うわぁ、もうな、完全に宗教じみでんな。 God hates money。 わぁ、なんであの人ろうそくあんな風に持ってんの。なんか怖いんだけど。そしてゴッドは、あの、金置きはシュメロレトシ。神様はお金が嫌いなんでしょうか。信仰心がお金に行っちゃうから的な。あ、これこっちが回ってきたの。これここ押しとった方が早かったんじゃねえの。あ、これってあれか、あそこのエレベーターだから反対側に来たのか。あーね、じゃあこっちからワンチャン何かあったら戻れるかもしれないのかな。あいつが何かしてきそうで怖いけど、もう行くしかないよね。うー、どうも、あの、私悪いカメラマンじゃないんで。で、ゴッド何？ゴッド always providence、 読めねえ、プロデューサンサビー。え、もうすぐボロライダー仲間、やばい、ガチ全裸マンがいる。こいつらまだワンチャンズボン履いてるけど、どうも、あ、全然通してくれへんね。あの、どうも、俺らの仲間入りだってどういうことですか。あの、そのマジで、そのあまり君たち映すとモザイクをマジで入れなきゃいけなくなるんで、ちょっとこのまま行かせてもらいますね。本当にもうフルフロンタルとかフルチンコなんだけど。え、何、ん、これってマーティン神父じゃない。え、違う、ええ、で、え、神父？死から解放されることだ。これ燃やされるんじゃ。自由の身となろう。一人残らず自由になる。エレベーター修理ってすげえな。これ手多分あれだよね。うわー、はい、あー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 、オーマイガーってなんだけど、ちょ、マジっすか。うわー、暑いよね、暑いっすよね、それ。わー、記録しちゃってるけど、何これでウォルライダーになるの。うわー、だからみんな祈ってたの、神父が儀式をするから。え、これ取って大丈夫。取った途端に襲ってくるんじゃねえの、結構真面目に。まあ、取るよ、じゃあ。はい、エレベーターに乗れば正面出口へ行けます。あの、閉じられてるんですよね、全裸マンたちに。ちょっと通してほしいな。ちょっと僕、神父のためにちょっとこの記録を取ったんで、あの、ちょっと待って。メモ。マーティン神父の情熱大陸。こんなふざけた死に方でマーティン神父がイエス・キリストを超えただなんて信じられない。マーティン神父を失うことになるなんて信じられない。あ、何？そんなにマーティン神父と仲良くなりたかったの？出口だ。もしも神父が真実を告げていれば、今頃ここから出られてい
いたはずだ。それに伝える話を手に入れたはずだ。彼は俺に自分の福音を広めてほしいんだ。世界中に広めてやるさ。なんで主人公そんなマーティン神父に肩入れしてんの、いつの間に。お前もマーティン神父教か。あ、いいんですか。あ、ありがとうございます。すみません、ごめんね。君たちをもっと映してあげたいんだけど、そのそうするとさ、その危ないのよ本当に。ティンコが出てるから。しかしこのままおとなしく行かせてくれるんだろうか。どの道、ここ開かねえし。あ、そう、ここが開かないけど、そうか、こっち側か。さっきはこれ通せんぼされたのが、ここで通れるのか。ということは、ここからなんとかエレベーターまで戻るのが私のミッションインポッシブルか。まあ、インポッシブルって確か不可能って意味だった気がするけど。ちょっと待ってよ。ちょっと一回バッテリー入れ直して、ここで見ると別にひび割れてないんだな。よいしょ。しかし、ウォーカーとかはどうなってんだろう。なんだ？やべえ。やべ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 。これどこ行けん。絶対最後の最後でウォーカー出ると思ったよ。あ、バッテリーだ。バッテリーだ言ってる場合じゃなかったよ。あバッテリー系男子シス。ま、知ってたけどね、絶対最後ウォーカーがこんな感じで出ると思ってたよ。ほい、隠れてみました。あれ、ここに逃げてよかったんだろうか。見えねえ。これやらしいな。ちょうどウォーカーが見えない感じに。やばい、怖い。お前らウォーカー、ああもうちょっと待って、逃げた場所が悪い。あっどっかにね、多分ね、脱出するための場所があると思うんだよね。それさえ分かれば多分怖くないなんだけど。ここってなんもないよね。さっきも入っちゃったけどさ。あっ、おほほほほ、おほほ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 。もうていうか、ワンパンチで死ぬってどういうことだよ。もうえ、バレた。ヒー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 。こっちはどうなんですか、こっちはどうなんですか。これってそうじゃない、なんか違う、なんか違うぞ。やべ、来てる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 。うわ、嘘けど多分こっちで行くのが合ってたんだ。で、一番奥の部屋が多分一番逃げやすい。こうやって気逃げて、ここで巻くぞ。じゃあ、バッテリー開っとこうか。よし。で、あいつが、ヤッホーってしたら、ダッシュで、あ、ごめんなさい。その、違うんですよ。ちょっと早かったね、僕が。はい、分かってまーす。ごめんなさーい。くそ、逃げ方はもう分かってんのに、ある程度。ここから走って、こっちから行って、いやー、なんとなくバッテリー取っとく。ガションガションバコーンして、ダッチがこう来たらこっちに逃げると。逃げる逃げる俺たち。これ思ったけど、こっちは違うのね、こっちは違うね。よし、これやっぱ通れないのか。わあ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 。
よいしょしょ、よいしょしょ。あ、こっちに見ちゃってるみたいな。チキショ。ひ。あ。こいつガバガバで助かる。しかもよく見たらそのロッカーあったんかい。違うんかい。マジでどこ行けいいのこれ。あ、ここか。よし。ああ、よし。ああ、よかったよかった。よし、これで、あー、よかった、出してきた。おお、フューフ、これでおとなしく出させてくれるんでしょうね。あ、もう音楽が、あれ、さらに下に行ってない。神父、神父もしかして騙した、嘘つきちゃんか。おい、こんな地下に行くなんて聞いてないぞ。音楽がもう不穏なんですけど、てかめっちゃ近いな、これ。おっと、ちょっとこっから出させて、あら。もう、何別の道って。聞いてないよー。おう、え、氷、石、何これ。え、すげえ。とりあえず、マーティン神父、修理したとか言ってたけど、修理してたっていうか、あれなんやね。改造して、こんな変なところに連れて行くようにしてたらね。何これ。完全になんかの研究所みたいな、なバイオハザードなノリを感じるんだけど、アンブレラ社かな？わー。あ、ここって、あのほら、特殊部隊の人がさ、最初ほら、マーティン神父が見せてくれたやつで、うわーってなってたところじゃない？ほら。そうだよね、やっぱり。ここだよな、こう血になってんな、こう引きずられた跡とかだよ。だからここってやべえよな。つまりこれって謎の力で部分人が振り回されたって。わお、もうパーツがあっちこっち落ちている。とりあえずドキュメントゲット。やっとアウトラスト終わりかと思ったらまだあるんかい。知恵の誇り、ウェルニッケ医師の個人的な記録より、フランケンシュタイあるいは現代のプロメテウス、人指とよい知恵に溺れることがどれだけ無知なことか。やめ、やめよ、さもないと自分が何を言っているのか理解できないのだと私は叫んだ。私は怒り困惑して家から飛び出し、別の作用モードについて使う考えを、やめた、やめた、考えることをやめた。カード様かな。うわぁ、特殊部隊、おお、特殊部隊の方、上半身がないんですけど。はあ、そうか、ここだったのか。やべ、え、てか何これ、石の壁、石なのかな。研究者、うん、あ、聞いていたの外か。うん、手が落ちてるし、やっぱこれ研究員っぽいよな。スタンドにやられたか？スタンド攻撃を受けているぞ。しかしもうあっちこっち当たり前に臓物が落ちてんのがまた嫌だわ。これ扉かなと思うんだけど、こっちから開けれる感じじゃないな。A ブロック。もう完全になんかの研究所やな。何の研究所？ウォルライダー研究所？モロフォネジックエンジンチェンバーズ。これあれかな？なんとかエンジンって言ってるから、携帯成形エンジンだったっけ？なんかそんな名前のやつ。そこの
そうそう、散々なんかドキュメント塗ってたやつの、ひー、研究所ってこと？もうぐちゃぐちゃじゃねえ？もうどういうこと？何？スタンドが内から出ちゃって爆発したの？それともスタンドによって内から爆発させたの？北斗神拳なの？そういうことなの？北東なの？南東なの？どっちが強いの？とりあえずこの辺ぐちょぐちょと探してみるけども、いやグロいわ。ちょっとこういう人間のパーツパーツだけ見るとちょっと怖いね。そういうのに慣れてないから俺ちょっと怖いわ。もうマジ無理。ひょこお、なんかレントゲン写真が、うわー、もう どうしたんだこれ。ブチャーンってなってるよね。すごい勢いでぶつけられたんだろうか壁に。うわー、洗ってる臓物を。ちょっとお薬がいっぱい落ちて、これやべえ。いやさすがに俺もここまではしないわ。ホルマリン漬けですね。これなんだろう、パトレント。はあ、なんか腫瘍がどうたら言ってたし、それなんだろうかね。とりあえずグロテスクでホルマリン漬けがあったぐらいで、特別キーアイテムは情けか。デリバリーエグジット、デリバリティエグジット、何それ。わお、ただセーブがさっきされたんでね、こっからなんかワンチャンあってもおかしくないんだけど。ウォーカーとかもここでなんかされ実験とかされてたのかな。マーティン神父もここ関連の人だったのかな、そもそも。で、なんかはウォルライダーのこととかいろいろ知って、土地狂っちゃった的な。ねえ、そんな感じだよね。わからんけどさ。で、あ、これは特殊部隊の車だ。やっぱりこっから侵入してきたんだ。わあ、プシューした、プシューした。とりあえずちょっとこっちも行ってみたいな。どっちが正しいんだろう。でもなんだかこのプシュー側が多分進むルートな気がするから、ちょっとこっち行ってみよう。でもわかんねえな。わあ、暗い。なんでやねん。もうあちこち開くやんけ。あ、ここはしごが壊れちゃってる。はしごってか階段か。こそ。あ、ウォルライダーだ。これは敵？味方？あ、ここどうも。あ、なんかやられる。ぶ、う、お、なんだ？あー、ぐはは